戦略スパイガジェットコーナー、スプラスリアルぜ。今回挑むのはガチホコバトルよ。このホコという物体を相手陣地に運んだ方が勝ちだぜ。まずこの関門という中継地点に置いてから、最終地点まで行けばノックアウトで勝利よ。そしてホコの進め方を紹介するぜ。正直ホコが最前線で突き進むのは難しい。ホコ持ってる人は場所もバレるしね。まずはホコより前に前線で戦う人が必要だわ。ホコはその後ろから強力なショットで援護するんだぜ。だが横や後ろからホコプレイヤーを直接狩ろうとしてくる奴もいる。なのでホコのすぐ後ろで奇襲をカバーする役割も一人必要よ。というわけで理想のホコ進軍形態はこんな感じだ。ホコの前で前線衝突する人が二人、そしてホコのそばで奇襲に備える中衛が一人の形だぜ。デュエル開始ということを念頭に置いてホコバトルしていくわよ。だがすぐカウントに落としたいところ。5秒前1発射発射。スパイガジェットは時間稼ぎが得意だから積極的に前線役買いたいわね。前線役がいないと始まらないから後衛武器がホコを持ちたいところだぜ。そして中央に到着。あれあれ敵が周りにいないか確認しつつ前進するわよ。割れたぜ。邪魔するぜ。あれあれ前線さえ退ければホコは進むし援護も入るわよ。無理やり近づけないから傘の相手すんの面倒そうだぜ。近づかせる隙を与えないように陣地塗り塗り。選手防衛と甘えてきてくれたバケツを始末すると、敵がいない今ここを運ぶチャンスよ。前に仲間もいるしまだまだ前に進めるぜ。邪魔するぜー。しまった。うっ、死ぬのいでも。ナイス味方から。イエース死ねえよ。クソだ。ダメライドは完全に無駄だが。シェ先に突っ込んで電線上げようか悩んだけど味方が一人いってるからいや、ちゃんと救してるぜ。いいぞ。よーし、今の隙に行けるとこまで行くわよ。戦士防衛。味方の干渉役になるんだぜ。いけー。ガチコー。突き抜けた。という感じで初動で一気にノックアウトしたぜ。初手しくじると一気に試合が終わりかねないのがガチホコのスリルなんですわ。初手のバリア割りで 2,3 人やられると地獄だぜ。そしてまあ2キル0ですと。美しい。デュエル開始。ズールもステージもさっきの試合と全く一緒よ。お相手君の進化多いな。5秒前1発射発射。こっちの後衛役はデュアルスイーパー君になるけど、まあスイーパーも後衛っていうより中衛な感じだからな。そこまで気にしなくていい気もするぜ。というわけでまあここ拾えるときは積極的に運ぶわよ。さて前線に到着。あぶね。ぐくんしかしかさバリアのおかげで死にはしないんですわ。まあそこ強気に時間稼げるのも地味に役立つよな。そして仲間が敵を倒した今ここ持って前に出るわよ。理想的な陣形だぜ。あれ突撃発射。順調に関門突破したぜ。ん、奥に敵が一人いるわね。傘がここ撃っても効率悪いから敵倒すんだぜ。くらえ。ナイスカバー。仲間は死んでしまった。戦士防衛。そこ落ち着いて倒したかった。ええわ。発射。投げられた吸盤意識しとけ。忘れた頃に爆発しよってからに。あ、手羽先の。なんだこの野郎。私がドリンク飲むのよ。ぶち殺すぞこら。お相手は逃げたと。あ、やべえ。おい、と測ったわね。何をだよ。おかえりなさいませ。一人引き殺したぞ。交通事故で釣ってるところあるからこのスペシャル。ってこんなとこで打ち合いしてる暇ないのよ。仲間も前で手打ちだったと見てるんだぜ。やって後ろから追いつかれるわ。突撃。ええわ。まあこれはしゃあない。あれ下手に躊躇して歩行奪われる方が地獄だから多少は。申し訳ないんですわ。発射。ウルトラショットに処されたダムはここはまだ進んでいるぜ。いいぞ。前線維持さえできていればいずれチャンス来るからね。後ろからの敵襲も気になりつつガチホコプシュプシュ。今は味方の到着を待った方が良さそうだが、傘が割れたので無理せず交代交代。これ傘で打ち合うのは無理があるんだぜ。選手防衛。オッケー。ぐくんしかしトラップを舐めてもらったら困るんですわ。トラップを置いてたし囲まれたしであれはもう無理だぜ。オッケー。よっしゃー、仲間が前進んでる後に続くわよ。ゴール前だし信じて突っ切れ。ということで仲間二人が前で前線切り開いたおかげでノックアウトしたぜ。後ろの仲間はやられこそしたものの時間稼いでくれたからスムーズに移動できたわよ。結果は4キル4ですがダマはここ運んだしなんとも言えんぜ。デュエル開始。さて今回のルールはガチアサリよ。アサリのルールはこれを見てくれだぜ。前回説明したやつ。ゲット発射5秒前1発射発射。というわけでまず初動はアサリを何個か集めるわよ。お相手チーム筆とローラーいるから潜伏に注意したいぜ。ロッコリ半キルが厄介だから無理。ラストサブロが悪さしてるぜ。あんまり構えすぎても。Oh, no. 人数も不利になってしまったか。これは味方が戻るまで防衛するしかないわね。トラップを。おい。大丈夫だ。死にそうで死なないスリルを味わい続けるのがスパイガジェット君。取らなくていいリスクはあるからな。ここは戦況が整うまでバシャバシャ。あかん。完全に突破されたんだよな。こらーやめねえか。オッケー。ここ最低限に防御。まあ正面突破された割にはカウントもまだカバーつく範囲だぜ。ここでまたロッコリキルから崩されてもだるいので。レアップ。オッケー。延長狙う相手もきっちり迎撃するとカウンターぶち込んでやるんですわ。おかえりなさいませ。
イエース。もうストリールで。イエース。よーし、2枚抜いた、今がチャンスよ。3枚抜いたし、味方がスペシャルも売ってるぜ。けどあたりが足りない。おい、ないもんは仕方ないんじゃ。わかったから早く集めろ。いいぞ。よーし、メガホンレーザーに乗じて突破するわよ。発射。届いたぜ。もうだけないんですわ。はい先輩、どうにか少しでもカウントを。発射。おわっちゃった。前線切り開いた割にはしょっぱいカウントだな。ある意味2連敗より立ちが悪い。さすがにそんなことはないが、この悪さしそうなサブローを蹴っています。メガホンで死にはするなよ。これフォーミングしてるから油断してる途中に死ぬのが厄介。さあここキル取って前線上げれるからぜ。なんだこのガキ当たり。ミスか。まあともかくトラップ絡めてなんとか突破するわよ。味方がウルトラハンコで突破してるぜ。ゲッチョー。相打ちで敵のガキ当たりもいなくなった。今急行するしかねえ。全速前進だ。味方がやられてしまったぜ。おかえりなさいませ。戦士防衛。イエース。今だ。左に一人いるぜ。発射。しかし私のセンスを継いだ味方が破壊してくれたわ。ここ前線突破して大量に壊された。ここは肩が回復するまで無理せず引くわよ。味方もやられてしまったしな。おかえりなさいませ。よし、まあまあチャンスタイムは終わったけどキルしたからよしとしましょう。すぐ追ってが来るぜ。せめてモンストポイント。発射。あー発射。チャンスタイム終わった後若干まだあるから連続突破はできないぞ。おい、おい、またお前かパブロだよ。すぐしろ。このカウントリードは痛いぜ。そう、後が続かないとはいえ終盤の逆転取り押しが嫌なのよね。防衛は問題なくできてるが、こっからカウンター行くわよ。間に合うか。一致かねー。突撃ー。戦士防衛。あたりがなくなった今妨害役に回るわよ。死なない範囲でちょっかいかけて冷たやつ狙うんだぜ。よーし、そのハンコナイス。いいぞ。スペシャルが続いて畳みかけるぜ。申し訳ないんですわ。悪くはないわ。先輩の残り1分守りきれれば勝利なのよ。しかしこのカウント差は心もとないんだよな。特にあのパブロは絶対に。耳で仲間が呼んでるか。信じて止めというのか、このわしに。ママよ。ダイブ。ほらこのあたりを持ってけ。反応して拾ったぜ。もう一度。よーし、二人でもう一度得点して引き離すわ。くらえ。バホバホ。もったいねえ。いいところにスプラッシュゴム落ちすぎだろが。なかなかやるな君。その仲間もやられてまたカウントは少しだけだぜ。あと20秒。ローラーとパブロのびっくりキルにだけ気をつければなんとかなるわ。食いつかれて一気に打開するのがダメなパターンだからな。というわけで横にも出て確実に無理を拾。しまった。ここ下がってもいいから絶対に死んだらダメだぜ。あの証拠にもなっパブロもな。ペテキペテキペテキ。あっ、後ろに持ったぜ。あー、戦士防衛。戦士防衛。さすがに全滅したらもう間に合わないはずだぜ。万々歳に備えて急行よ。発射。ということでなんとか最後を抑え込んで勝利したぜ。仲間の元に飛んでアサリをパスするテクニックも知ってると便利よ。敵陣すり抜けてここぞという時にな。そして12キル8ですと頑張れよ。うるさい。